よせ、やめろ。スキュラ、なぜツインロッドの攻撃に自ら飛び込んだんだ。君と同じことさ。君が命がけで破壊しようとしたように、私も命を懸けて柱を守っていたのだから。いいか、敵にとどめを刺せぬ甘さがある限り、君もいつか死ぬ。それを忘れるな、スキュラ。シリュウが向かったのはインド洋を支えるマンモスピラーだった。そこを守るジェネラルはゴールデンランスを構え、自らをクリュサオルのクリシュナと名乗るのだった。クリシュナよ、俺はドラゴンの。聞くまでもあるまい。何？名前など聞いたとしても無意味なことだ。数秒後にはこの黄金の槍ゴールデンランスによってお前の命は絶たれているのだからな。汚れ切った地上を清め、新たな世を築こうとするポセイドン様に立てつく邪悪な奴だよ。このクリサオルが成敗してくれるわ。
セイントとしての務めを果たす。アテナのセイントよ、よく来た。相手になろう。ファイト。ゴールデンランスをただの槍と思うが、この槍には全ての邪悪を差し貫く聖なる力が宿っている。邪悪とは何か分かるか、ドラゴン。言い逃れするつもりか。お前たちが邪悪でなくて何だ。この一撃で決める。この世界は人間だけのものではない。自然を、生物を、星そのものを汚し続ける人間に生きていく資格はないの。優勝。誰かから与えられるものではない。まして誰かに奪っていいものでもない。ゴールデンランスを取れないか。クリシナの心は折れない。いかにお前があがこうとな、この槍から逃れることはできん。それなに無駄だ。違反に旅立ったまえ。燃えろ昇竜の子だ。ゴザン昇竜派。命燃え尽きようとも。ウィナー、最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。これぞ鍛錬の賜物。そろそろ引導を渡してくれる。くらえ、ゴールデンランス。防げ、ドラゴン。我が命の盾よ。勝負が決まったようだな。ゴールデンランスは防ぐことも叩き折ることも不可能なのだ。まるでドラゴンの盾などなきがごとく、薄紙でも貫くようにして俺の体を串刺しにするとは。防ぐことも折ることもできぬとは一体どうすれば。こんなところで諦めてどうする、シリュウ。この声はカプリコーンのシュラ。お前にはアテナを守るという大きな使命があるのだ。そのために俺は死ぬ間際に俺の持つ全てのものをお前に授けたつもりだぞ、シリュウ。なんだって。それではまさか。そうだ、シリュウ。お前の右腕にはこのシュラの魂が宿っているのだ。あのエクスカリバーがな。そうだ、俺はシュラの願いを託されている。まだ倒れるわけにはいかない。なおも立ち上がるのか。ならばもう一度くらえ、ゴールデンランスを。何、ドラゴンの盾がゴールデンランスを止めた。この盾の色はゴールド。盾だけではない、クロス全体がまばゆいばかりのゴールドに輝いている。ゴールドセイントによってよみがえった俺たちのブロンズクロスは、俺たち自身のコスモの高まりによって限りなくゴールドクロスに近づくことができるのだ。いくらクロスがゴールドに近づこうとも、お前の肉体そのものはブロンズの力しかない。メッキが剥がれるのも時間の問題だ。なるほど、お前の言うことにも一理ある。ならば捨てよう、このクロスを。何、命の盾ともいえるせっかくのクロスを自ら脱ぎ捨てるとは。俺がゴールドセイントから受け継いだのはクロスだけではない。それに死と神一重、命ギリギリの極限までコスモを高めなければ。
俺の右腕に宿る者を呼び覚ますことはできない。